フランコ・チェザリーには、スイスの作曲家、指揮者、フルート奏者。日本においては、主に吹奏楽編成による楽曲の作曲者として知られる。スイスティチーの州、ベッリンソーナ出身。ルガーノやバーゼルの音楽院。さらには、ミラノ音楽院で、ピアノとフルートを学び、またペーター・ルーカス・グラーフラに指示して、音楽理論と指揮法を学ぶ。 現在は作曲活動のほか市民吹奏楽バンドの指揮活動なども行っている。また、イタリアのクラシック曲からの吹奏楽編曲や古いイタリアの吹奏楽曲の現代吹奏楽編成への改編も手がけている。日本の吹奏楽界においては1980年代後半から1990年代前半にかけてビザンティンのモザイクが メキシコの風景などの作品が相次いで取り上げられるようになり、その後、1990年代後半から2000年代前半以降に、アルプスの歌、ブルーホライズンなどの楽曲が演奏会やコンクールで多くの団体により演奏されるようになった。現代ヨーロッパの作曲家の一人として、スパーク、デイコールメイ、バンデルイコールローストラと共に、 学生から社会人のバンドにまで広く認知されている。ありがとうございます。